作ミルク赤崎です。はい、石川です。よろしくお願いします。はい、今回こちら高木の分というところ、東村山だ。東村山市です。おー、渋谷さんできました。というわけでね、 JR 新秋津駅、徒歩10秒目の前にね、すごいでかい看板がございますけども、うん、1階が高木のブーさんで、2階が居酒屋さんということでですね、入り口がちょっと別で、建物は同じなんで、入るときちょっと気をつけてくださいということでございますね。すごい見た目だけどね、これね、というわけでいきなり食券からいきたいんだけども、食券を取り忘れたということで、オリジナル食券まで作っておりますが、オリジナルなの？オリジナルで、はい、基本メニューはですね、ラーメン 200g、300g を選ぶか、大盛りの400、500、あと油そばとか豚飯とかも充実しているお店なんですね。はい、で、今回僕は何を選んだかというと、ラーメンの 300g にしておりますということです。ね、うん、ありますね。高木のブーさん、どんなシステムなんでしょうか。こちらです。おっと、すごっ、 300g で780円、野菜増し増しの油増し増しなんですが、ちょっと足りないですよね。ね、辛めとニンニクはセルフなんです。へえ、なので後ほどね、まあ、増やしていきますんで、まずはこちらからご覧ください。すごっ、ね、野菜油ということで、てっぺんにね油が乗ってますが、ちょっと二重になっちゃって、もう丼がね、もうちょっとファーストコンタクトも見えませんもんね。セカンドタッチも見えませんということでね。ファーストコンタクト、セカンドタッチ、サードインパクトでようやく見えたということでね、印象がよく、あ、ちょっとそれについてはね、急に言えばだし、クタ野菜なんで、サードインパクト、非常にクタ野菜、インパクトのすごいマシマシの量は1キロどころではないという店長さんのお話です。すげえ、ちょっとした幼児じゃん。まあまあまあ、赤ちゃんのね、体重にもちょっとした赤子で、確かに、ね、摂取してそれを、返しがもうサクサクとした食感と合わさって、とっても美味しい、もう前菜ですよね、これは。前菜を、前菜、前菜ね、麺にたどり着くまでにちょっとお腹をちょっとこうね、鳴らしていきますけども、鳴らすレベルじゃない、鳴らしてちょっとこうやってね、また丼の向きを変えて麺に行きたいところですが、あっ、んおっと、野菜が終わらないということで、ほぼ野菜だって今野菜でしたが、で、気を取り直して麺に行きましょう。おー、麺よっこいしょと。でまだまだ野菜が絡みついてくるんでね、なかなか麺も取り出しにくいですが、取り出しにくい理由としてもね、これツルツルなんで、非常に、うん、食感がなんで、ちょっと箸滑りやすいとこもありますが、硬さ的には弾力のあるムチ太麺ということで、うん、非常に、僕は好きな麺でございます。さあ、志村麺ね、志村麺、志村の麺ね、そこでニンニクでした。こちらね、ニンニクを、おっ、よいしょー、ね、これ補充大変じゃん。ああ、まあ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 、でもお付けの量を乗せていいと思うんだよね。うん、まあ、ただね、こうやって野菜の上からいっぱいスープシャワーをしていきましたが、結構辛ニンニクなんで、一杯でもまあ好きな人はいいかなっていうことですね。うん、まあ、ただセルフで混ぜる分ですね、入れた分は全部食べちゃいましょうということですわ。まあ、まあそこはね、まあね、本当に、さあ、さらにこれ、ごめんなさい、 C&A ブラックペッパー、これレアですね。これはこれは見ないですよ、しかも紫缶ね、まあ言うてますけどもね、 C&A の粗挽き黒胡椒はマジで粒がでかいんで、これ、これどういうことだか分かります？粒がでかいということは、分かんないですね、粒がでかいということはですね、ギャバンより胡椒自体の主張を楽しめる、それが C&A なんですよ。粒でかいから、粒がでかいから、超アンド粗いね、違う、超アンド粗い、合わせてきたな、それ C&A だったんですよ、本当に、うん、あ、ちなみにね、こういった山椒の電化す、辛い電化すなんかもありますが、今回は入れておりませんね。あるよ、好きな方はいっぱい入れちゃってください。ごっさんでした。ということで、高木ラブスラーメン、あ、というわけで88超えだよ、全員集合、洗いまで出てきたからね、あと1人よ、あと1人ね、あと1人よ、いや、2人だよ、あと2人だ、中本の浩二と加藤ちゃんだよ、あ、加藤ちゃん、そうか、加藤の茶だよ、加藤の茶か。今回は高木のブーさん、2店舗目はね、志村の件になるんでしょうかね。いや、あるもん、でも東村山だったからね、まあそういうことだよ、志村さんね、そういうことです。ただまあ、今のところドリフターズとの関係性は認められないっていうはい、今のところは、はい、発見できませんでしたけども、まあ、皆さんも武蔵野線とかですね、こちらの秋津駅を利用したときは、ぜひとも立ち寄りくださいませ。利用したときはね。ということで、おっさんです。バッ。
Thank you.